ポンポン、ポンポン、ポンとグニャン。まあ、そういうしてもね。まあ、そういえば、その、あの、東京都のね、まあ、小池都知事がですね。まあ、長い間、こう姿を見せてないということが、まあ、日刊現代とかですね。まあ、いろいろ書かれててですね。まあ、何があんのかなと。えあの、まあ、そこがすごく、まあ、気になってたんですけども、まあ、今朝の、ええ、スポンジに乗って。 てるのがですね、ネットの方に載っているのが、えー、小池都知事が辞任を検討と、肺疾患の長期治療専念かということで、えー、でこう30日の本会議の所信表明で、身体を語る、語るみたいなね、語るのかどうかということをまあ書いててです、ね、やっぱその肺にまあ疾患があると。 え、いうことで、まあ、その治療もですね、長期の治療が必要な病気だと知ったと、えー、いうことみたいでね。だから、ま、あその身体、やっぱり長期治療に専念するのであればですね、それはやっぱりその、まあ、このね、まあ、激務というかね、まあ、この東京都知事、え、を、まあ、あの、続けていくのは難しいのかなっていうのは、あの、 もう普通に考えたらね、思えるかなと思うんで、まあなんか、やめるっていうのがですね、まあなんか、体調不良かどうかっていうのはね、まあ、この姿を見せない間、えー、ずっと言われてきてたんで、まあ、何かあるのかなと、まあ、それとも、えー、体調が悪いのか、それともなんか、あの国政にね、なんか出るんちゃうかとか、えー、ほんで、あのー、 都民ファーストの会がね、なんかファーストの会という国政進出みたいなね、荒木千春さんが言ってたんですかね、えー、都民ファーストの会の代表である荒木さんが、えー、国政にも進出だと言ってたんですけども、まあ、結局それもなんか人が集まらなかったのか、なんかあの準備期間が短いとかっていう理由でしたかね、まあ、それで結局、やめ出さな、出せなかったんですよね、結局ね。 っていうのもあったんで、いや、何かあるのかなっていうふうには、えー、思われてたんですけども、まああの、肺疾患の治療のために、えー、まあ、辞任を検討しているということでね、なぁ、こ、まあ、昨日、あの、僕もスペース、おとついですかね、スペースで、えー、お話をですね、あの、まあ、小池都知事どうなってるのかっていうことについて、えー、なんか教えてもらったんですけども、いや、全くわからない。 って,いうねえー、っていうのがほん本当のところで本当にわからないと、マスコミ関係の方はもう全くわからないっていうのが、まあ、真相、えー、だったということで、まあ、でも、えー、このスポニチが、まあ、これを、まあ、報じたということで、まあ、これが情報解禁と、えーまあ、30日の本会議で語るということですから、まあ、あと、えー、10日ぐらいですかね、2週間足らずということで、まあ、そこを、 に、まあ、あの、そこで語るということで、まあ、ようやく関係者ですか、えー、がですね、まあ、この情報を流したのかなっていうのが、あのー、 注目点かなっていうふうに思いますね。で、やっぱそれまでなんでそのまあ、体調が悪いというのは、ね、やっぱ政治家の体調不良とかまあ、に体調に関してはですね、やっぱ秘密を守るっていうのがね、えー、まあ、自分でもか自分で隠しておくっていうのがまあなんか常識みたい。 ですからまあそういうのもあるのかなと思うんですけども、ただ僕は、えー、まあ、この間の動きが、ですねまあ、ちょっとひ気になるところ、リンクしてるのかどうか分かりませんけども、えー、まあ、日韓現代なんかはね、橋本、えー、徹さんが都知事選になんか出る出るんちゃうかと、小池さんがね、不在が長く続いているのかとかありましたけども、あの維新とのね、橋本さんって元維新でですね、あのそういうとこから、 もからも日韓現代変えたのかなと思うんですけども、まあ、僕なんかも気になってたのが、この間、維新がですね文書、えー、交通滞在費ですかね、いわゆる文通費について、えー、1日だけで100万円もらえるのはおかしいんじゃないかということを、まあ、維新の、えー、小野泰輔さんですかね、この方、都知事選に出はっ たんですよね去年、今年か去年でしたっけ、もう忘れましたけども、えー、出会って、ですね、えー、ま,あ、まあその時はあの落選者あったんですけども、まあ、この方が文通費おかしいんじゃないかという報道っていうかね、わーっとされたとで、それにこう吉村府知事もです、ね、でいや、おかしいおかしいと言って、えー、まあ、これ今、与野党がですねまあ、この維新に追随するという形でね、まあ、あの日割り法案をなんとかあの作ろうみたいなね、そういう動きになった。 ていると、でもでもなんかこうその維新のなんかこの動きであとえババ幹事長でしたっけ維新がなんか東京都知事にもなんか維新を見たいななんかそんなニュアンスのことをなんか言ったっていうのがなんか報道されたっていうのあったと思うんですよね。なんかこうその辺からなんか都知事選時期都知事 次期都知事をなんか維新が狙ってんのかなっていうのも、なんかちょっと、え,ーなんかえな、なんでみたいなね。なんでこの馬場さんっていうかね、なんか維新の人がこのそんなこと、都知事選を意識したこと言うのかなみたいなのが、えーま、気になってたんですけども、ここになんかつながってくるのかなみたいな、あのこれもあの僕の、ま、勝手なあの想像ですけども、まあなんか あってもおかしくないかな、みたいなね。うーん。まあ、小池さんからね、まあ、30日に出所身体の、えー、まあ表明をするから、みたいなことを、まあ、聞いてたとしたらまあ合点は行くかな、っていうのは思うんですけど、まあ、それはわかりませんと、うん。ただ動きとしてはなんか、なんでかな、みたいなね。この文通費の問題で、あの、なんか、 ちょっと引っかかるなっていうのはあったと思うんですよね。まあ違和感。やっぱその維新が文通費についてね、なんかおかしいっていうのも、まあ一日100万円というのはおかしいんですけども、えー、ただそれまでですね、維新は文通費に対してですね、えー、自分の政党支部とか自分とこのし、あのー、えー、何ですか、政治団体に、 自分で自分に寄付するような形でね、これはセルフ領収書とかっていうのに共産党は批判しましたけども、まあそういうこともやってたのに、なんかこの分通費の1日100万円を、まあことさらを大きくおかしいおかしいっていう、 ことについて、いや、今まで自分たちのやってきたことに対してはどうなのと。まあ、吉村さんもね、なんか市長選に出張るということで、まあ、6年前に、まあ、なぜか10月1日付で退職して、えー、1日の100万円もらってたってありましたけども、あまあ、それがね、ブーメランが刺さったって自分でも言ってはりましたけどもね。 な,なんかあの維新がなんか、ことさらこの文通費についてのお菓しお菓しということに対し、違和感を、えー、持ってるっていう方も、まあたくさんいるんじゃないのかなと、あの維新以外の野党をね、まあ、応援されてる方とか特にね、なんそんな中で、なんでこれをなんか大きく言ってんのかな っていうのが、やっぱ、ま、これ、都知事選に、えー、つながっていくような気も、なんか、するんですけど、まあ、それはねあ、分かれないですけども、まあ、ただ、えー、まあこれでね、もし辞任を検討しているということは、まあ、確かであればですね、えー、この10月、11月30日に、辞、えー、めるのかと。なら、えー、次期都知事選はいつになるのかっていうこともね、あの、えー、なんていうですか、えー 多分12月になるのか、ですねそれとも1月になるか分かりませんけども、まあ、そこに向けての動きっていうのもですね、まあ、加速していくのかなと、や、まあ、めた場合ですけどね、やめずに続けるとなった場ですけども、まあでも、えーまあ、こういう報道の仕方っていうのを見ると、まあ何かあるのかなと、出所進退を、えー、表明するかもしれないということで。うーん まあそういう意味でもね、なんかやっぱ、あの、この、ま、国政のね、この文通費の問題もですね、ま、気になりますし、ま、小池さんの出所身体っていうのもすごく気になるなと、え、ま、小池さんがね、もちろん治療に専念されて、え、お元気になられたらね、それはそれで問題ないと思うんですけども、ま、やめなくてもね、あの、休むっていうことも、 あの長期休養とかしてね、でまあ、代わりに誰かにやってもらうとかっていうのもあるかなと思うんですけれどもう、そうじゃなさそうかなっていうのが、えー、なんかこの報道からもなんか伺い知れるかなと。まあ、ということでね、まあ、今後、その、まあ、与野党、まあ、自民党なん,かつなんかすでに準備進めてるみたいな、もうなんか日韓現代になんか書いてましたけど、もう嘘かほんまかね。<laughs> よく <laughs> 分かりませんけども、いや、もうこれもうね、他の野党もですね、まあ、いつもね、あの、他の野党は都知事選にあったらまた揉めるんでね、複数候補が出てね、まあ、そういうことにはならんように、あの、もしあるならばね、えー、きちんと進めてほしいかなっていうのは思いましたけどもね、うん、まあ、早く、あの、もうこれね、も、ま、う、あ、早く回復されたらいいなと思うんですけどもね、まあ、この辺もちょっと気になるなと思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。